ケネディ、ケネス・ケイン・マッカーサーは南アフリカの陸上競技選手。1912年ストックホルムオリンピックの金メダリストである。マッカーサーはアイルランドのアントリム県出身。若い頃から将来有望な選手として見られていたが、陸上競技に取り組むことなく1901年に南アフリカに移民する道を選んだ。マッカーサーは 1906年ヨハネスブルグ警察に勤め始めた頃から真剣に陸上に取り組むようになり、すぐにトランスバール共和国の半マイル、1マイル、5マイルと2つのクロスカントリー大会でチャンピオンとなる。マッカーサーは1908年に初めてマラソンに挑戦。この時、同年のロンドンオリンピックのマラソン銀メダリストのチャールズ・ヘフェロンを下し、周囲を驚かせた。 マッカーサーは1912年のストックホルムオリンピックのマラソンの南アフリカ代表に選ばれる。マラソンは大変暑い中行われた。レースはマッカーサーと同僚のクリスチャン・ギッシャムの南アフリカ勢がすぐに飛び出した。レースは終盤になり勝利を確信したギッシャムは途中給水のため立ち止まった。事前の合意通りマッカーサーも給水するだろうと。 思っていた。しかし、ギッシャムの意に反し、マッカーサーは給水せず、そのまま走り去り、ギッシャムに58秒の差をつけ金メダルを獲得した。翌シーズン、マッカーサーは事故に相引退を余儀なくされる。結局、彼は、オリンピックのマラソンを含め6度のレースを経験し、無敗であった。ありがとうございます。